アドデック9を世に発表した創薬センター長の木戸もまた、その莫大な利権に取り込まれた一人に過ぎなかった。未完の新薬のために繰り返される人体実験、八神はその証拠を手にしたかに見えた。しかし全ては闇に葬られる。人類を救う新薬、その正義の名のもとに。思ってたより随分ひどいな。黒岩が来たんだって？ああ、たった一人でな。なのにこのざまだ、チキシュ。キドは連れて行かれちまった。そっちは何があった？ショーノの秘密ラボを見つけた。でも警察はそこを捜査しない。なんで？知見の検事生もアドデック9の一味だった。だと？残ってた証拠も今頃綺麗に消されてんだろうな。八神さん、それとは別にもう一つお知らせがある。なんだよ、杉浦がどうかしたか？ああ、こいつは杉浦じゃなかったんだ。ああ、お前寺沢恵美の弟だったのか。なんで隠してたんだよ。もともと僕は八神さんに思い出してほしかったんだ。何を？姉貴を死なせたことだよ。インチキ弁護士が人殺しを野放しにした。そのせいでエミは焼き殺された。ああ、そうか。続けてくれ、俺に遠慮はいらねえから。あの事件の頃僕はずっと引きこもりのニートでさ。そんな僕にさえ姉貴はいつも優しかった。なのにある日、真っ当に生きてきた姉貴が本当に急に理由もなく殺された。どんなに理不尽なことが起きても世の中は何の問題もなく回り続ける。そんな社会が僕はますます嫌になったよ。もしかして窃盗団に入ってた理由はそれか？まあね、少なくとも僕は世のため人のためって気分では生きてなかったから。エミが殺された時、八神さんは僕にも僕の親にも謝らなかった。じゃあそん時に会ってたのかお前ら。そうだよ。ただ当時の僕は顔も見えないようなロン毛でメガネ、今とは別人だったからね。出なきゃ忘れてない。人殺しをかばうのか？あんたも人殺しの仲間だ。あんたらからそんな風に言われるのがあの頃一番こたえた。けど大久保君は無実を主張していた。その弁護を受けてた俺が謝るわけにもいかなかった。俺が謝れば大久保君の有罪を認めることになる。じゃあ裁判が終わった後は？謝らなかったな。俺はあの後何もかもから逃げてた。そうだよね。
八神さんは法廷からも離れて社会的に抹殺されてた。大久保にも死刑判決が出て、だから僕もそれで納得するしかないと思ってた。じゃあまたなんでターボーの前に現れたんだ。あんたが、八神さんがモグラの事件でまた法廷に戻ってきたからさ。ヤクザの頭を無罪にしたとか言って。弁護士として戻ったわけじゃない。そんなの傍からじゃわからないよ。だからどういうつもりなのか確かめてやろうと思ったんだ。もしもエミのことすっかり忘れてまた当たり前のように弁護士に戻るつもりなら、自分のやったことを思い出させて必ず思い知らせてやるって。それが俺らに近づいた理由か。そうだよ。それに大久保の様子も知りたかった。ちゃんと毎日死刑に怯えているかもさ。弁護士なら死刑囚とだって会えるからね。なのにその大久保に冤罪の可能性が出てきたってわけか。あんたたちといなきゃ気づきようがなかった。皮肉だよね。事件から3年も経って真犯人が出てきた。しかもそいつは翔の、ありがたい新薬の開発者。この先世界に感謝されて生きていくんだよ。エミを何度も刺して火をつけた男が。大丈夫だ。みんな真実を知りや奴の正体に気づく。今日人殺しのあいつを守るために敵は一丸になって証拠を握りつぶしたよ。都合のいいように真実をねじ曲げてみせた、僕の目の前で。なら真実なんて追うだけ無駄だ、クソくらいだ。そうでしょ八神さん、違う。俺はさ、杉浦、エミちゃんが死んで以来真実を追うことからずっと逃げてた。突き詰めれば彼女を死なせた責任が俺にあるかもしれなかったからだよ。そんなのとまともに向き合うなんてできなかった、ターボ。でもやっぱり誰にでも一つや二つ絶対に目を背けちゃいけない真実っていうのがあるんだと思う。そいつと向き合って初めて前に進めることもある。お前が俺に近づいてきたのも心のどこかで真実をはっきりさせたいってそう思ったからじゃねえのか。もしそうなら俺らにはまだやるべきことが残ってる。無駄でも何でもやっぱどこまでも真実を追うしかねえんだよ。でも八方塞がりだぜ。それがどうした。なんとかするだけだな、タボ。ああ。おい、参ったな、こりゃ。真冬からだ。どうした？森田検事生のことで話が。お前、まだカムロ町にいるのか。うん、テンダーにいる。それで、今から来てくれない？私、監視されてるみたい。監視？うん、店に入るまでずっと見られてた。気のせいじゃないと思う。また厚労省で雇ったホームレスたちか。それとも検事生の手先かもね。分かった、すぐに行く。ありがとう。聞こえてた。俺も行くぜ。東は杉浦を見てろ。
行くぞ、ターボ。ありがとう、来てくれて。外どうだった？誰か見張ってたりとか。どうかな、今は大丈夫そうだった。隣いいか？顔腫れてますけど。ああ、ちょっとな。森田健二生のことで話があるって、そう言ってたよな。うん、今夜の健二生見たでしょ。今までのあの人からは考えられない態度だった。別人みたい。まるで法よりも政治の方が大事みたいな。ああ、検事生はアドデックナインに取り込まれてる。あの人は私が検事を目指すきっかけを作ってくれたの。母がひき逃げに遭った時、まだ小さかった私を勇気づけて導いてくれた。そうらしいな。ただそんな検事生がなぜアドデックナインに着いたのか、私一つ心当たりがあって。ん？もう10年くらい前、検事生の身内がある事件を起こしたらしくてね。もしかしたらそれが森田検事生を動かしたのかも。どういうことなんだ？待って、私も細かいところまでは分かってないの。この後に及んでいい加減なこと言いたくないし。それでその事件を担当してた元刑事とさっき連絡が取れたの。今から私に当時の捜査資料を渡してくれるって。どこで？カムロ町の児童公園。ただ私監視されてるみたいだし、一人じゃちょっと。つまりあれか、俺らに用心棒やれって？ええ、そのつもりだったけど、海藤さんはその状態だと。こんな怪我くれになんでもねえ。引き受けたな、タボ。事件の資料俺らにも見せてくれるか？もちろん。わかった。ならエスコートする。よく言うぜ、損得じゃねえだろ、真冬ちゃん守んのは。エスコート、児童公園までお願いできる？よし、行こう。お願いします。どう？怪しい人とかいない？どうかな。いや、俺ら呼んで正解だったぜ、真冬ちゃん。早速かかってくる気だな。ああ、監視だけなら近づいてこねえだろう。もしかしてこっから公園までずっとこんな感じか？
私どうしてたらいい？ちょっとだけ離れてな。すぐ片付けるから。やるぞ、海藤さん。ないのかよ。カイトーさんもしっかり。はい、来た。よし、真冬ちゃんも見てることだし気合い入れてっか。Yeah! Chance!
待ち合わせはこの辺り。相手はもう来てるはずだけど。元刑事っつってたっけ。うん、行くぞ。宇沢さんですね。ああそうだよ。ん？あれ？あ、馬好きの探偵？八神探偵事務所。あんた元刑事かよ。それがこんなうさんくさくなっちゃって。お前に言われたくないよ。知り合いだったの？ケンジさん、なんでこいつらを連れてきた？八神くんは私のそのボーイフレンドというか。お、告った。違う、照れんねえくない。何なんだこいつら。で、どういう事件だったんだそれ。10年前、森田健二生のお兄さんがね、母親の首を絞めたの。なんで？介護殺人。母親は70歳過ぎで重度のアルツハイマーだった。認知症の介護をしてたのか。ああ、重度の認知症患者は目を離せば何をしでかすかわからない。料理をすれば火はかけっぱなし。週に3日は夜中に外を徘徊した。それを施設に入れたくてもどこも順番待ち。結局検事生の兄がずっと一人で母親を見てた。責任感の強いお兄さんだったみたいね。仕事も辞めてお母さんと同居。忙しい検事生に負担をかけまいとしてた。だからろくに休めず眠れず。それを事件が起きるまで7年も。でもな、そんな息子に母親は毎日暴言を吐いたり暴力も振るったんだよ。なんでそんなことを。全員ではないけど、認知症特有の症状よ。環境や薬で抑えられる場合もあるけど、うまくいかない時もある。そして事件が起きた時、検事生の兄はノイローゼが続いてた。多分もうずっと前から限界を超えてたんだろうな。その結果起きたのがこの事件か。犯人は事件の後どうなった？母親を殺した後自分も首を吊ったが未遂に終わった。そのせいか執行猶予がついて。じゃあ今は。でも結局は翌年に自殺してる。なんてこった。身内が事件を起こしたことで検事生はしばらく中央から外されてた。でも今はもう済んだこととされてるみたい。あの人が優秀なのは誰もが認めてるから。検事生にとってアルツハイマーは自分の家族を苦しめた仇か。そうなのかもね。もしアドデックナインがあれば悲劇は防げてた。そしてこの先起きる同じような悲劇もアドデックナインが完成すれば防げる。だから検事生は向こう側についた。金で動いたわけじゃねえ。保身のためでもねえ。てめえの正義のためってわけだ。わからなくもないかな。あ、そうか。え、正義のためなら何人殺しても構わないって。綾部を冤罪にして恵美ちゃんの死は見て見ぬふり。大久保君も見殺しだ。それでも新薬の方が大事ってことか。それを正義だって言うのか。冗談じゃねえ。森田に正義があるならこっちにもある。俺は
連中に踏みにじられた人たちを守る、殺されたエミちゃんの無念を晴らす。なるほど。なんだよ。ああ、いや、お前元弁護士ってのは本当だったんだな。元じゃない、バッジはまだ持ってる。そうだったな。もうギャンブルはやめとけよ、あんたには向いてねえ。うるせえ。この書類、私より八神くんが持ってた方がいいと思う。ターボ、真冬ちゃんのことしっかり送ってやれよ。沙織のとこに寄ってっていい？うん、いいけど、なんで？あの子、私と八神くんでいると嬉しそうにするし。なんだそりゃ。まあいいよ、俺も今夜のこと沙織さんに報告しようと思ってた。どうして？軌道をカムロ町に誘い出したの沙織さんなんだよ、ハニートラップで。何それ、嘘でしょ。さん、こんな遅い時間に。あれ、おやおや、何してたのかな、お二人さん。何言って、そんな。やっぱ帰るか、マフィ。あの、木戸の件、その後どうでした？ああ、でもその前に二人、何してたのか聞きたいね。何って？星野くんが。あーと、誤解なんです。いや、誤解じゃないか。いや、誤解か。次、また頑張ろう。案外まんざらでもなかったんだな、沙織さん。だね。私も聞いたことあります、森田検事生のお母さんの件。じゃあ検察は完全にアドデックナイン側についてると？少なくとも検事生はだ。八神くんがラボに行く前、検事生に報告したのは私なの。あの時、せめて泉田検事までにしとけば。いや、泉田だって向こう側の仲間かもしれない。今となっちゃ誰も信用できないよ。そんな。あの、ちょっといいですか。そんな敵を相手に弁護人って僕でいいんですかね。綾部刑事の裁判。ん？なんだよ。星野くんじゃ無理だと思います。もうここは八神さんじゃないと。ちょっと冗談やめようよ。ここにいる誰一人冗談なんて言ってない。八神さん、敵はアドデックナインの利権でエミさんを死なせた人たちです。エミさんや大久保さんのためにも。ここは新谷先生のためにも。正々堂々法廷で八神くんの正義を見せる時じゃないの。逃げちゃダメです。はあ、かもな。あ、じゃあ源田先生と綾部さんには僕から伝えときます。これって世間的にも結構ニュースですよね。あの八神さんがまた法廷に立つなんて。何があの八神だよ。でも分かった、二人の了解が取れたら
綾部の弁護は俺がやる。そのためにもまた新しい証拠を探さないとな。さっきの僕と沙織さんのこと。ん？手握ってたこと？それ源田先生はご内密に気まずくなっちゃうんで。行こっか。私がタクシー乗るまでは見ててくれる？今夜はありがとう、八神くん。あれ、ちょっと待ってて。泉田健二から。そういえばちょっと前に留守電も入ってたんだ。留守電は聞いたのか？何か話があるって。未条例にいるみたいなんだけど。未条例ってことは、じゃあアルコール抜きの話か。どうしよう。お前はこのまま帰んな。電話も出なくていい。泉田も向こうの一味って可能性があるからな。でも代わりに俺が行く。大丈夫？いいから。分かった。無茶しないでよ。いい加減にしろよ。だよね。いらっしゃいませ。
やうまい。ありがとうございました。あんた一人か。ああ、真冬は俺が帰らせた。あいつの代わりに一杯付き合うよ。いや、結構だ。真冬と何を話す気だった？お前には関係ない。当てようか。はあ？あんたが真冬に話したかったのは。森田健二生の仲間になれってことか。なんだって？違うのか。お前の言いたいことはわかる。さっき健二生と厚労省の官僚とは何かこう普通じゃなかった。普通じゃない？そんな可愛いもんじゃなかったろ。連中はアドデックナインが第一、殺しの証拠さえ二の次にしてた。あんたもその一味じゃないのか。何を言ってるんだ。検事生はアドデックナインの利権に取り込まれてる。何かその証拠でも。ついさっき真冬と手に入れたもんだ。10年前に検事生の身内が起こした事件の資料。聞いたことは？いや、初耳だ。あんたに検事生と戦う覚悟があるなら渡す。何？検事生が法を超えて政治に便宜を図っていたら。もしそうならあんたはどうする？自分のボスが相手でも法で裁けるか。当たり前だ。検察官なら100人が100人そう答える。あんたのこと見直したよ。検事生がアドデックナインに着いたのはその事件がきっかけだ。俺らはそう考えている。なんてことだ。家族が引き起こした介護殺人。検事生には自分なりの正義があるってことらしい。だから今日殺人の証拠を握りつぶした。庄野のラボのことだよ。あそこにはモグラにやられた連中の痕跡があったはずだ。それが見つかれば強力な物証になった。いや、まさか検事生が。そんな。ラボでの言動、そしてこの事件との関連性、どう思うんだ？なあ。確かに否定できない。だろ。だが検事生がアドデックナインに取り込まれたとして、じゃあどうすればいい？お前はどうする気だ？そもそも俺は綾部の裁判でアドデックナインの裏をぶちまけるつもりだった。その証拠を探して羽村を追ったし、ショーノのラボも突き止めた。
で、一ノ瀬と検事生にどっちの線も潰された。敵を撃とうにも弾がないってことか。そう言われるとがっくりくるな。でもあんたがアドデックナイン側じゃないと分かっただけでもなんだかホッとするよ。気休め言ってる場合じゃないだろう。分かってるよ。なあ、うん、思うんだけど、一ノ瀬を裁判に引きずり出すことはできないか。何かの証人として。どういう名目で？例えばアドデックナインについての解説をするとか、何でもいい。あんたら検察の証人申請なら一ノ瀬だって断らないだろう。で、裁判に引きずり出した後は？口八丁で追い詰める。質問攻めにしてボロを出させんだ、俺とあんたで。なんだ、まだノープランってことか。それぐらい崖っぷちなんだよ。ただ何にしても獲物はまず巣からおびき出さないと話にならないからさ。わかった、なんとかやってみよう。動きがあり次第連絡する。長い一日だったな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。そんなわけで綾部の裁判に一ノ瀬が出てくるかは泉田検事にかかってる。問題はその場で一ノ瀬をどう揺さぶれるかだ。その前にご報告。源田先生も綾部刑事も八神さんが弁護人ってことで了解取れました。インチキ弁護士のカムバックか。そうなるな。じゃあ早速これからの動きを打ち合わせたいんだけど、まず一つ目。これから杉浦をなんて呼ぶ？そんなことかよ。寺沢だろ？いいよ、杉浦で。めんどくさいから。うん、じゃあそれで。これから僕らでどう動くかですけど、僕は例の軌道をもう一押ししたいです。沙織さんのセクハラビデオでこっちの証人にできませんかね。なるほど。それ以外には？事件と直接関係あるわけじゃねえんだがよ、松金組の門に気になる動きが出ている。後でお前と少し話したい。わかった。何か？なるべく早いうちに大久保君の面会に行かないとな。彼は今も恵美ちゃんの遺族に恨まれてると思ってる。でももうそうじゃないって知らせてやりたい。うん、そうだね。
何か松金組のことで話して。ああ、松金組の始末がついてねえんだ。親父が死んだきり組員たちはバラバラになってる。特に若いもんの行き場がなくてよ。それをまとめる人間は剣吾ってのがまとめようとしている。お前も何度かやり合ったろ。若造だが頭には可愛がられてた。ただそいつが今ちょっと問題でよ。どんな？俺と一緒に来りゃわかる。どうする？どうだ、俺と松金組に行くか？わかった、行こう。大久保と面会すんの、八神さん。ああ、本当はお前にも来てもらいたいけど、一般人が死刑囚に会うのは。分かってるよ、そういうもんなんでしょ。今ちょっと面倒なことになってんだ、松金組は。悪いが付き合ってくれ。海藤さんは呼ばなくてよかったのか。兄貴は波紋の身だぜ。それを事務所に入れちゃ筋が通らねえよ。そっか、とにかく来てくれ。俺一人じゃ連中を止められねえ。止めるって何の話だよ。まあいいから。よう、ケンゴ。東の兄貴、やっと連れてきてくれたんすね、八神さんを。ん？落ち着け、大丈夫だ。俺に何か用でも？親父の仇を。八神さんなら知っていると聞きました。つまりモグラの正体をですよ。俺らにも教えてください。仇を討ちたいってことか？討ちたいんじゃなくて、討たなきゃダメなんですよ。俺ら極道なんすから、ぶっ殺してやらねえとさ。お前らには無理だよ。んだとこら、はあ、俺が何言っても納得しやがらねえんだ。そんなの俺にどうしろって。弁護士だろ、いい感じに説得してくれ。うだうだ話してたってしょうがねえ。モグラの正体言ってもらうぜ。言えねえなら言いやすいようにしてやるよ。おい剣吾、松金組は俺が立て直します。もう兄貴を引っ込んでる。それで終わりか。Yeah!
てめえらモグラの正体が知りたきゃ教えてやるよ。え？おい誰だ。カムロ将、素体の黒岩だ。でかっかよ。でもな、そいつだけじゃ終わらない。黒岩を道具に使った連中はまだ別にいるんだ。そいつらはヤクザの暴力で潰せる相手じゃない。ふざけんな。俺は今度裁判で連中の黒幕と対決することになってる。お前なら黒岩もその黒幕も潰せんのか。俺は15の時からおやっさんを本当の父親だと思ってきた。付き合いもお前らより長い。だから親父の敵討つ役目はさ、ひとまず俺に任せてみねえか。八神、世話かけたな。いや、あとはよろしく。お前らでもし黒岩をぶっ殺したって、奴はトカゲの尻尾だ。八神に任せてやってくれ。できることなら奴に手貸してやってほしい。よう。東のやつが面倒をかけた。どっかで覗き見でもしてた？まあドローンでな。その手があったな。松金の親父をやられて、組のもんはみんな糸の切れたタコみてえになってた。それが少しは頭冷やせたようだ。お前のおかげでな。ありがとうよ。なんだよ気持ち悪い。素直じゃねえな。ま、一応礼は言ったぜ。ああ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。今出先なので帰宅次第確認します。すいません。こりゃうまい。さ、行くか。ありがとうございました。
くいい加減にしろよ。僕は木戸と話したいです。木戸を弁護側の証人で呼べればいいなって。あいつの弱みは握ってるしな。ええ、沙織さんのセクハラビデオですね。あれさえちらつかせれば木戸も僕らを門前払いでいきません。八神さん、創薬センター行きますか。わかった、行こう。タクシーで行きますよね、創薬センター発いたします。やっぱり平気だったでしょ。うん、何が。アポなしでも軌道は合うって。あのセクハラビデオは強烈でしたもん。沙織さんのお手柄だな。どうも。お忙しいところお邪魔しています。座んなよ。あの、単刀直入に言います。木戸さんには今度の裁判で弁護側の証人になっていただきたいんです。無理ですよ。これでもですか。私を誘ってくれてたろう。ん？取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。好きにすればいい。え、いいんですか。私が何証言したって一ノ瀬たちに勝てはしない。相手はアドデックナインの利権に絡む全ての人間、それに薬で救われる患者やその家族だよ。勝てるわけがない。そんな状況だからこそせめて裁判ではあなたの証言が必要なんです。私にそんな義理はない。ビデオはばらまきたきゃばらまけ。ばらまかれたらどうなるか分かってるんですよね。笑い者になってクビになるだろうな。私は破滅だ。だが一ノ瀬たちを敵に回すのはもっとごめんだ。まだ死にたくないんでね。一ノ瀬とは何か話したか。シャルルで黒岩に連れ出された後、彼らについては何も言えない。もう私に構わないでくれ。どうすれば協力してくれる。あんたはアドデックナインの一味だ。でも殺し自体はやってない。情状酌量の余地もある。無理だって。どう言われようが私は死ぬのが一番怖いんだ。取り付く島もなし。
そんなに一ノ瀬たちが怖いか。怖いですよ。ビデオで笑い物になるのと殺されるのと、あなたならどっちを選びますか。あんたを殺させはしない。俺たちが守る。どうせ裁判には勝てないんですよ、私が何を言ったって。なのに証言なんてしたら、あとはもうずっと彼らの仕返しに怯える人生だ。殺されるまでね。ダメだな、これじゃ話にならないよ。私は負ける側にはつきません。勝てない時は戦わない、そうやって生きてきたんだ。つまり俺たちに勝ち目はないって。なら勝つための証拠が一つでもあるんですか。いや、正確にはあったけど一ノ瀬さんに握りつぶされたんですよね。あんたたちだって嫌ってほど力の差を感じてるはずだ。彼らを敵に回して勝てるわけないんだよ。なるほど、わかりやすいな。あんたがどっちについたかで戦う前に勝ち負けが知れる。つまり俺らにはまだ材料が足りないってことだよね。肝に銘じておくよ。まだですよ八神さん、こいつは僕らを舐めてるんです。例のビデオをばらまくって本気で言えば絶対に証言を。やるだけ無駄だよ。まずやってみましょうよ。裁判諦めるんですか。諦めてねえよ。じゃあやりましょうよ。ビデオがダメならもうどんな手を使ってでも。無茶言うな。無茶？今さらカッコつけてどうするんですか。逃げるんですか。星野、逃げねえってのはそういうことじゃねえだろ。僕は勝てるように意見しただけです。今度は仲間割れですか。うるさい。勝つ見込みができたらまた来る。もしそうなったら喜んで協力しますよ。期待はしてませんがね。これからすぐ大久保と会いに。そうだな、会いに行ってくる。あのさ八神さん、大久保に会うなら伝言頼んでいい？ん？どんな？今度一緒に恵美の墓参りに行こうって。簡単に言うけど大事だな。それを実現するためには片付けなきゃいけない問題が山ほどある。でもそうならなきゃ大久保は死刑なんだよ。殺人鬼の汚名を着たままね。なんとかする。八神さん、大久保のことを助けてあげてよ。わかった、伝言も伝えるよ。
ちらまで行かれますか。それでは出発いたします。そんな、信じられないです。本当に？あいつは最初杉浦って名乗ってた。文也君が？そうですか。彼とは恵美が死ぬ前に一回だけ会ったことがあって、でもお互い人見知りだったんでろくに会話もしなかったけど、その後裁判の時は彼ずっと俺を睨みつけてました。俺は目を合わせることもできなかった。君に伝言を預かってる。え？あいつはこう言ってたよ。今度一緒に恵美の墓参りに行こうってさ。そうですか。文也君が俺にそんな言葉を。ああ、行けたらいいですけど。綾部の裁判がもうすぐなんだ。そこにアドデック9の黒幕を引っ張り出す。一ノ瀬って厚労省の事務次官を。できるんですか、そんなこと。担当検事がこっそり俺ら側についてくれた。その裁判の場でアドデック9の内幕を追及する。大久保君が無実だってことも主張できる。もうずっと諦めてました。どんなに声上げたって誰にも届かない。人殺しにされたまま俺は死ぬんだって。でも文也君にも分かってもらえたなら希望が持てます。世界で一番俺を憎んでいた彼が許してくれたんなら、みんなにも分かってもらえるって。もう少し辛抱してくれ。あと少しだから。お疲れ様、八神さん。杉浦、綾部の裁判の方、準備の進みはどう？ん？どうかな。神室町で今やれることは大体やったと思う。じゃ、やり残しは何もないと。そう言われるとどうかな。もうできることは全部済ませた？ああ、全部済んだよ。そっか。いや、実はさっき星野くんから暗い声の電話があってさ、なんか八神さんの手が空いたら源田先生と話してほしいことがあるんだって。向こうの源田事務所で。え？何の話かまでは言ってなかったけど。ってことでちゃんと伝えたからね、よろしく。
よう。あれ、カイトさんも？さっき呼ばれてよ。星野くんは戻ってないか。そっか。ええ、どうかしたんですか？いや、ちょっとね。こっちだ、八神。ああ、どうも先生。なんか俺に話があるとか。まあ、そっちの人からな。泉田健二。お前んとこの探偵事務所は監視がべったり張り付いてる。ここだともう少し緩いんでな。またなんか悪い話か。いきなりご挨拶だな。いや、いい話だよ。たまにはそう来ねえとな。一ノ瀬が裁判に出てくる。説得できたんだな。問題なかったか？ああ、大丈夫だった。アドデック内の解説をこの私に。ええ、今度の裁判でぜひ。裁判というと、カムロ町の例の弁護士殺しですか？殺された新谷弁護士は事件前、翔野先生宛に電話をかけていました。とはいえ、電話は事件と全く無関係と思われます。カムロ町の殺人事件に翔野先生やアドデックナインが絡んでるだなんて。馬鹿げてますね。全くです。ただ電話をかけている事実がある以上、法廷ではなぜ無関係なのかを丁寧に説明する必要があるんです。なんと。心配ありません。電話の件など触れるまでもなく、アドデックナインこそ世界が求める新薬であり、翔野さんら研究者はその開発のために大変な努力をされておられるというお話さえしていただければ、それで皆納得します。なるほどね。でも私は研究者じゃないので、専門的な説明はちょっと。専門的という意味では直接翔野先生にお願いする手もあります。でも研究者というのは説明が難解すぎます。裁判員に理解できるかどうか。ですので、ここはできれば一ノ瀬さんにお願いいたしたく。まあ、確かにこんなことで先生方の時間は割けませんしね。結構お引き受けします。日程が決まったら厚労省までお伝えください。ありがとうございます。失礼、もう次があるものですから。うまいな、あんた。一ノ瀬が断ったら翔の法廷に立たせるような言い方だ。だろ。一ノ瀬にしてみりゃ、法廷で翔野にボロを出させるのは避けたい。他人任せにはできねえわけか。泉田健二はお手柄だったな。なかなか悪知恵が働く。うん？悪知恵？冗談だよ。感謝してるって。おかげで一ノ瀬を舞台に引っ張り出すことはできた。あとは手持ちの札でどうやつを追い詰められるかだけど。松金組の羽村はどうなった？あいつに証言させられないのか？どこかに消えたままだよ。おやすさんの葬式にも来てなかった。当たり前だ。どの面下げてくるんだよ。それよりいっそ黒岩とっ捕まえて自分がモグラだって自白させるか。またボコボコにされますよ。この前はちょっと油断してただけだ。やめろよ二人とも。おい、なんだよ。せっかく一ノ瀬が出てくんのに、そっから先のアイデアはなしか。手ぶらで勝てる相手じゃないぞ。真冬からだ。どうした？綾部刑事のカジノガサ入れされてる。ラマンに？今か。うん、さっき始まったところ。森田検事生のお膳立てよ。もう何人も逮捕されてる。なるほど。
これで綾部の心象は最悪だ。裏カジノを仕切る悪徳警官は人殺しもやりかねないってか。検事生はさすがに痛いとこついてくるわね。ああ、一応お知らせまで。で、どう矢上くん、裁判は勝てそう？ベストを尽くすだけだよ。各方面から助けも来てる。真冬も連絡ありがとな。うん、それじゃ。検事生がカムロ町に来てる。綾部のカジノを摘発してるって。なら俺はもう退散した方がいいな。ここには来ないよ。いや、用心に越したことはない。カジノのガサ入れってことは当然黒岩も一緒だろうな。俺らはどうすんだ、多忙。検事生が直々のお出ましだ。向こうの過去の事情も聞いたわけだし、一言挨拶しとこうか。大丈夫なのか？半端な相手じゃねえんだぞ。少し様子を見てくるだけですから。行くぞ。綾部刑事の弁護人だ。いや、弁護士だからって入れませんよ。ご苦労様。彼なら大丈夫。私が責任を持ちます。検事生が？どうも。矢上さんはここの仕掛けご存知だったんでしょ？地下に闇カジノが隠されていました。へえ、そうだったんですか。綾部は大それた真似をしたものです。闇カジノから賄賂を取って摘発を見送ってやるなんて。おまけに警察の内部情報も裏社会に流していた。おそらく新谷弁護士はそういった秘密を知ってしまったんでしょうね。だから綾部はその口を塞ぐために撃ってしまった。突発的に警察の銃で。なるほど。検察はそういうストーリーで行きたいわけですね。まあ、込み入った話は奥でしましょうか。あんたのこと調べましたよ、森田検事生。10年前、ご家族に不幸があったようですね。誰かが告げ口でもしたかな？ついこの間まで、ずっとあんたを信じてた誰かがね。庄野のラボで、あんたの対応は異常だったよ。法の番人たる検察官が。法よりもアドデック9を第一としてた。ここに来てだんまりはやめましょうよ。私の母は若年性のアルツハイマーだった。進行が早くてね。発病してから母はあっという間に私の顔も名前も忘れてしまった。
私を見るたびに初めましてと言ってね。そして時には泥棒だの人殺しだの罵声を浴びせることもあった。症状が悪化していく母は見ているだけでつらかった。だが兄はその母を長い間ずっと介護し続けた。たった一人で。兄も私も若い頃から法律家を志してた。兄は毎日がむしゃらに勉強していた。私よりもずっと努力してたよ。でも結果は司法試験に受かることはなかった。なので私が一発で受かった時はさすがに心苦しかったな。でも兄は自分のことのように喜んでくれた。兄はいつも優しかった。続けてください。母の病が発覚した時も兄は母の体を心から心配していた。でも私の頭の中は葛藤でいっぱいだった。母の介護をすべきだという気持ちと法律家としてのキャリアを終わらせたくないという葛藤でね。そんな私を察して兄は私にこう言った。母のことは心配するな。お前は偉くなって自分が果たせなかった夢を叶えてほしい。それで自分は十分だとね。そして兄は24時間7年もの間自分を息子とさえわからない母のために介護を続けていた。私はその役目から逃げ続けた。いずれ何か破綻が起きると心のどこかで気づいていたはずなのにだ。あんたはその後悔からアドデックナインのために一肌脱いだ。いつからだ？新谷弁護士が殺害された後、私は一ノ瀬事務次官から直々に腹を割って話がしたいと呼ばれた。一ノ瀬が？直接？なぜ？一ノ瀬さんはいずれ我々検察がアドデックナインの闇にたどり着くと予測した。そしていろいろ調べるうち私にアルツハイマーに家族を奪われた過去があったと知った。それで一ノ瀬さんは私を話せばわかる人間と判断した。彼の提案は明快だった。アドデックナインは病に苦しむ患者とその家族、多くの人々を救う新薬だが、それを世に出すためほんの少し目をつぶってほしいことがあると。なあ、あんたこんな言葉知ってるか？ん？火は鉄を試し、誘惑は正しき人を試す。もし何かの犠牲と引き換えに不老不死の薬ができるなんて言われたら、あんたは多分何万人死んでも目つぶってんだろうな。私にも罪悪感はある。だからここまで君らに付き合った。生野は人体実験を隠蔽するために寺沢恵美を殺した。あの子が一体何をした？その罪を着せられて大久保新平は死刑を待ってる。いつ殺されるかわからない日を3年も送ってきた。でも彼が何をした？あんたの罪悪感は口だけだよ。自分が何してるか分かってんのか？黙れ。
あんたの兄さんが果たしたかった夢ってのはそんなことだったのか。え？剣次生！もう黙れ！黙れ！俺を黙らしたきゃまた殺すしかないな。俺は大久保君と綾部の弁護人なんだ。恵美ちゃんの無念を晴らすためにも黙るわけにはいかねえんだよ。タボ、黒岩だ。もういいんじゃないですか、検事生。この間はどうも。もうピンピンしてんだな。手加減しすぎた。やろう。また二人がかりでかかってくるか。今度は八神と。何しに来た。あんたは目つぶっててください。得意でしょ。海藤さん、手出さないでくれる。なんだと。今度は俺の番だろう。こいつはおやっさんの仇だ。俺だって今までずっと我慢してきたんだ。いいね、かかってこいよ。安心しろ、攻防なんて野暮言わねえから。何が攻防だよ。お前は警官じゃねえ、ただの殺し屋だろうが。冷静になれ。こんな状況でどうもみ消す。
私がかばえることにも限度があるんだ。もうここに用はないだろう。行こう、海藤さん。松金組の連中だよね。多分お前が心配だったんだろ。アドデックナインにターボが消されんじゃねえかってよ。え？おい、いたぞ。おう、引き上げるぞ。星野君、八神さんが剣次生や黒岩と対決に行ったってそう聞いて。じゃあここに東たち呼んでくれたのは。僕です。出ないと敵はどんな汚い手だって使ってきますから、八神さんと違って。変に気使うなよ。木戸の前では本当にすみませんでした。どうかしてました。やっぱり僕はまだまだです。本当にすみません。証人が怯えているのに脅して証言させようなんて、いくら勝つためでもそんなの許されるわけか。知ってるかな、星野君。はい。島鉄を試し、誘惑は正しき人を試すだ。は？黒のレインコート、誰だ。この記事、服部が書いたのか。うん、今日の後半に間に合わせたってよ。カムロ町で秘密の人体実験か。認知症新薬
アドデック9。記事のこの写真って、この間ショーノのラボで僕が撮ったやつだよ。なるほど。そろそろ時間だ。被告人は名前と生年月日をお願いします。綾部和也です。生年月日は昭和58年7月2日。次に本籍と現住所をお願いします。神室町弁護士殺害事件第1回公判、被害者は新谷正道、そして被告人は綾部和也。新谷の遺体から出た弾には綾部の銃の線条痕が刻まれていた。綾部の犯行を示す最大の証拠だ。でもそれはモグラこと黒岩たちが仕組んだ偽装工作。綾部は白だ。つまりこの場で行われている法廷劇ははっきり茶番と言っていい。そう、今この瞬間までは。続いて本件と創薬センターとの関連を否定するにあたって検察側証人を尋問いたします。厚生労働省事務次官一ノ瀬薫さんを。医療システム産業開発機構の中にあって、創薬センターは非常に大きなウェイトを占めています。特に去年発表されたアドテック9の開発については、木戸センター長主導のもと日本の国家戦略の一つにまでなっています。アドテック9というのは、アルツハイマー病の根治を目的とした画期的な新薬です。政府は認知症患者の増大を喫緊の課題と考え、アドテック9に大きな期待を寄せています。ありがとうございます。以上が創薬センターを取り巻く状況です。弁護側は本件と創薬センターとの関連性を指摘していますが、国家戦略を担う科学集団と神室町での殺人、その関連性は限りなく薄いと検察は考えます。以上です。弁護側反対尋問をお願いします。証人は事務次官とのことでしたが、つまり厚労省官僚のトップですよね。肩書き上はそうなります。同期の人間を全て蹴落として今の地位を得た、つまりそうなるまでに大きな手柄を立てたということでしょうか。そのことが事件と何か関係ありますか。まあまあ、もう少し聞いてやってください。何ですって。2002年、医療システム産業開発機構の設立にあたっては
一ノ瀬さんがその中心人物だったと聞いています。結果、創薬センターをはじめとする関連施設や組織がいくつも誕生しました。これを歓迎する厚労省の官僚たちは多かった。なぜなら厚労省ここにありと存在感を示せたからだ。昔から大した手腕でしたね、一ノ瀬さん。それはそうかもしれませんが。ええ、だから何だと言うんです。一ノ瀬を褒めただけ？ですが、いい時代も長くは続かなかった。その後、医療システム産業開発機構は大した成果を上げられなかった。不景気の折、世間がそれを放っておくわけもない。毎年の莫大な維持費は税金の無駄遣いと言われるようになった。するとセンターの閉鎖がささやかれ、その跡地を前提とした再開発計画なんてものまで出てきた。それを風見大臣が内々に OK したって噂もあります。ふん、この法廷は噂を議論の根拠にするんですか？噂といえばもう一つ、神室町では人の目がえぐられるという殺人事件が起きている。犯人はモグラと呼ばれる殺し屋だと。でも実はそれはアドデックナインの人体実験で、神室町にある秘密のラボで行われているとか。ただのくだらんゴシップだ。アドデック9の開発は本来これから臨床試験に入る段階です。ですが創薬センターは密かに神室町でその人体実験を繰り返し、これまでに何人も死なせています。はあ？その事実は当然極秘だったことでしょう。しかしわずかながら外部へ漏れ始めていたんです。その状況を示す証拠が実は本法廷の証拠品の中にあります。これです。本件被害者である新谷弁護士は極秘だった人体実験へつながる情報を知ってしまいました。だからこそ創薬センターに電話をかけ、この発信履歴が残った。違いますか、一ノ瀬さん。弁護人は裁判員の皆さんにも分かるように説明を。新谷弁護士は松金組の羽村というヤクザからある秘密を聞かされていたんです。新谷弁護士が羽村に聞かされたのは、神室町の連続殺人と創薬センターのある人間との関与です。そして新谷弁護士は創薬センターに電話をかけ、庄野という人物を呼び出そうとした。その庄野がアドデックナインの人体実験を主導していた男です。いい加減にしていただきたい。何が人体実験だ、バカバカしい。こんな裁判がありますか。根拠もなく弁護士が好き勝手喋って、検事もなんで止めないんです。興味深い話だったのでつい。君は一体何だ。証人、まだこちらの質問が終わっていません。何？いや、質問というよりは確認かな。あなたは大久保新平をご存知ですね。ええ、あなたが野に放った殺人鬼でしょう。いえ、彼は冤罪です。3年前、
センターの認知症患者と寺沢恵美さんとを殺した真犯人は、先ほども名前が出た小野博士です。まだ言うのか。あんただって全部承知のはずだ。その上で黙ってる。いずれ大久保君の死刑が執行されると知っていながら。もう結構。私が頼まれたのは創薬センターやアドデック9の解説だ。なのにこんな扱いは。新薬の人体実験とその隠蔽、その目的に応じて小野とあんたはモグラに人を殺させてきた。全部アドデック9の利権を守るためにだ。あなたも法律家ならその根拠を示しなさい。わかりましたよ。何？先日のことですが、俺は神室町である人物から接触を受けましてね、その時に託されたある重要な証拠があります。え？誰だ？お前羽村の頭？なんでここに？寂しいもんだったな。え？親父の葬式だよ。本家のだだっ広い会場じゃ少ねえ弔問客が余計少なく見えた。俺も証拠くらい出たかったがよ、下手に見つかりゃ黒い岩に消されちまう。なら今はなんでここに？小野の秘密ラボを突き止めたな、多忙。あそこは俺も知らされてなかった場所だ。お前を見くびってたよ。でも結局一ノ瀬たちに締め出されちまった諦めが悪いのがお前の心情じゃなかったのか？お前に預けたいもんがある。何？俺のけじめだよ。けじめ？そいつは俺が持ってても何の意味もねえ。でも今のお前には必要かもな。そいつをお前に預ける。てめえでつけなきゃなんねえけじめを俺は親父に背負わせちまった。あの人は何にも悪くねえのによ。ここで俺が何もしなきゃあの世から親父が化けて出てくる。羽村、お前なら連中に勝てるかもしれねえ。親父の敵撃ってくれ。中にちょっとしたデータが入ってる。俺と一ノ瀬をつなぐ唯一の証拠だ。裁判長、今からその時私が受け取った証拠を提示します。お聞きください。小野のことを漏らしたのはあなたですね。新谷という弁護士にです。彼から創薬センターに電話がかかってきた。いや、まあ確かにそうだがよ。でも新谷は大丈夫だ。俺が一言言いや黙る。何をのんきな。承知できません。これは大至急片付けるべき案件です。羽村さん、そちらで手を打っていただく。またすぐに黒岩さんに頼んでください。報酬はまた1億で。今回はあなたの不始末ですよ。これ以上
私を怒らさないでください。黒岩というのはカムロ署の刑事です。しかしその裏の顔はモグラと言われる殺し屋だと思われます。あんたはハムラを通じてその黒岩に新谷殺害を命じた。ふん。電話であんな話をするなんてね。あんたほどの人がよほど慌ててたらしい。そんな音声データいくらでも捏造できる。事実無根だ。証拠としては不十分だと。そうだ。ですがこれをはっきり裏付ける証人がいたとしたら、連れてくればいい。では呼びましょう。驚きました？証人、この録音の会話は？一人は俺だ。もう一人はそこにいる一ノ瀬。間違いねえ。静粛に。君、森田検事生はどこだ？このことを承知してるのか？検事生はこの事件の指揮を取っているつもりですけど、実は蚊帳の外です。何？これから私たちは検事生を告発します。罪状は特別公務員職権乱用罪。俺の次は木戸も証言するぜ。はあ？あの先生は勝つ側にしかつかねえ。そんな木戸にあんたは見限られたってわけだ。一ノ瀬さん、あんたも厳しい世界で上り詰めた男だ。往生際は潔くな。海藤さん、わかってる。何か指示したな。何をする気だ？星野君、あと頼んだ。え？星野君もいつか独り立ちしなきゃだろ。は？急で悪いんだけどな、今日がその日だ。ちょっと、そうだ。星野君だから任せられるんだ。一流の二番手とかもう甘えたこと言うなよ。大丈夫ですか？何も問題ありません。続けます。海藤さん。この野郎、電話で指示飛ばしやがった。誰に？何の指示を？モグラを始末しろだと。モグラを始末？じゃあ黒岩を消す気か。結局あいつもトカゲの尻尾だったわけだ。口を塞がれる。そうなりゃ事件は底止まりだ。なあ、黒岩はカムロ町にいる。行くぞ。今杉浦たちが車回してる。くそ。俺だ。もうすぐカムロ町に着く。真冬、黒岩の居場所は？まだ見つからない。
連絡もつかなくて。ただそれと関係あるかどうか、劇場前で発砲事件があったみたい。発砲？ええ、だからもしかしたら黒岩もそこに。ただのチンピラじゃねえな。厚労省の雇ってる兵隊？邪魔してくるなら殴ってよし。劇場前まで突っ切ってくぞ。そう来なくっちゃない。止まれっつってんだこら。こうもバンがバンバンやってきやがるんだ。待て、違うぞ。ふざけてる場合じゃないんじゃない？兄貴、だから違うって。頼むよカイトさん、頼りにしてるんだから行くぞ。どれ、黒岩がやったんじゃねえのか？帰り討ちにしたんだ、自分を殺しに来た連中。で、
それからどこ行ったんだ。なあ、ちょっとダメだよ。まあ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 。黒岩にやられたのか。やつは創薬センターに向かった。え長野を殺す気だろう。狙われた復讐にアドデックナイン潰して事務次官たちも全員破滅させる。クズ同士で潰し合ってくれるってこと？やったじゃん。いや、今小野に死なれたら結局事件は闇の中だ。大久保君の冤罪も晴らせなくなるぞ。え？黒岩を追う。あ、真冬、創薬センターに警官を手配できるか。小野が狙われてるらしい。すぐ安全な場所に移してくれ。手間のかかる野郎だ。ああ、黒岩は見つけ次第確保。銃を持ってるぞ。黒岩の方が先に着いたかな。今どういう状況だ、黒岩は。止まってください。弁護士の矢上だ。小野はもう安全なところへ。いや、我々も状況がよく分かってなくて。ちゃんと情報が伝わってないのか。急にいろんなとこから命令が来て、指示が錯綜しているんです。黒岩、矢神だな、お前。どけ。馬鹿言え。全員所持品を改める。両手を広げてみせろ。なんだと？なんでだ。お前らから小野博士を守るためだ。早くしろ。小野を狙ってんのは黒岩だよ。あんたら騙されてんだって。あいつを止めろ。あいつが小野を銃を持ってんだ。ワッパかけろ。海藤さん、黒岩は研究棟へ向かってる。目的地は小野の研究室だ。止めないと。いいけどよ、後のことは知らねえぞ。お前ら絶対捕まるじゃないか。これ、矢上さん、弁護よろしく。黒岩、ダボ、そっちは後だ。これもうとことんやりきるしかねえな。行くぞ。
聞けや、タボ。ここは任せろ。杉浦も行け。行け。お前が黒岩を止めろ。じゃあ急いでんな。かかってくんならさっさと来い。しばらく寝とけっての。黒岩のやつ、ここまでやるのか。ダメだ、この扉開かないよ。ロックされてる。ロック？そういえば前来た時にエミちゃんが。そっちの奥は開発研究棟です。ゴールドのカードキーがないと入れません。ゴールドのカードキー、どこかにないか。非常事態が発生しました。セキュリティシステムを起動します。システムの起動に伴い3分後にゲートを完全ロックいたします。どこだ。いるよ。あったぞ。これで開けられる。外の渡りようか。黒岩は人を追ってる。くっそ、早く止めねえと。黒岩！入り口、こないだ侵入した。そうだよ、八神さん。
あそこから病棟まで入れたよね。そしたら研究棟にも行けない。カードキーもさっき手に入ったし。行けるかもな。じゃあ行くしかないって。クライワを止めなきゃ。だな。またあったな、探偵さん。マシコさんだったっけ。てめえこの野郎。見送ったり出迎えたり、あんたも大変だね。今回はお遊びはなしだ。覚悟しろ。限界って感じ。でも先を急がないとね。あ、ちょっとその顔。なんかちょっとめまいがするな。だろうね。大丈夫、八神さん。頭結構血が出てるみたいだけど。どうかな。今すぐ死にはしないと思うよ。見た目よりは余裕があるのかな。じゃあ行こう。すぎると持たねえぞ。刑事弁護は本当信念っつうか正義感、そういうのが試されんだ。あんま金にもなんねえのに。いいからほどほどにしとけって。経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。
このフロアだったよね。奥の渡り廊下から開発研究棟に行ける。一番苦しむのは大久保さんなのに。彼が本当に無実なら勝てますよ。と言っても俺は今回が初めての刑事弁護なんだけど。え？民事だと勝ったり負けたり、少し負けっこしてるから。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪は主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのかも。大久保君をお願いしますね、八神さん。あとよかったら弟のこともずうずうしいですけど。八神さん、さっきさ、その姉貴の声がしたんだよ。あ、いや、空耳にしては生々しくて。なんか聞こえた？ああ、後でゆっくり話してやるよ。今はやることがある。行こう。黒岩を止めるぞ。わかったよ。少し顔色良くなった？カードキ。フロアに避難してなけりゃな。この先に小野の研究室がある。じゃあ黒岩もこの辺に？ああ、多分。邪魔してくれるな、八神。やめろ。今さら復讐して何になる。小野を殺してもお前は復讐？誰がそんなことを。こいつには生きていてもらう。何？銃を捨てろ！
少し待てるか。助けが来られるようにする。八神さんは黒岩とすぐに決着をつけてくる。ならいいよ、そんな慌てなくて。僕の分までやっつけてきて。わかった。俺たちはあんたを助けに来た。本意じゃねえけどな。こいつを見ててやってくれ。わかりました。諦めろ、もう全て終わりだ。うるせえ。まだ終わりじゃねえ。どういう意味だ。アドデックナインだよ。あの存在がある限り俺は終わらねえ。あんたさっき正野には生きていてもらうって言ってたな。ああ、あいつと俺とでアドデックナインを完成させる。やつだってそれを望むはずだ。俺らが助かるにはもうそれしかねえ。そんなことができると思うのか。ああできるね。やってみせる。心配するな。完成するまで俺が何人でも実験台を調達してやるよ。薬さえ完成させれば捕まるどころか世界中に感謝される。正気じゃねえ。じゃあまずお前を久しぶりの実験台にしてやる。死んじまったらその時はお前も目えぐってもらえ。俺は、
い。やっと誤解が解けてよ。一旦俺らのことは後回しにしてくれるってよ。後で弁護頼むぞ。ヤガミさん。ショウノ。止まれっつって止まるやつじゃねえだろ。この
はっ。お前の実験ごっこも終わりだな。いえ、もう必要ないと思います。ああ、それは、ええ、アドデックナインです。まだ死なないでください。おい、何するんだ。完成したんですよ。僕のやれる全てを注ぎ込んだんです。今度こそ間違いない。だから最後に、この新薬が完成したという証明を。そうやって何人殺してきた。でもおかげで何百万、何千万の人が救われるんです。だから罪もない女の子まで殺した。ん？何度も体を刺して火までつけた。その罪を着せられた大久保君は、今も死刑囚でいるんだ。僕だって、殺したくて殺したんじゃない。アドデックナインを作るために、世界を救うためには仕方なかったんだ。実はアドデックナインからは人体への毒性を消すことはできません。ショウノ君は私にそう言いました。それが何人も実験台にしてたどり着いた結論だそうです。つまりアドデックナインは失敗です。しかし彼は誰にもそれを言えずにいた。すでに何人も死なせて、その全てが無意味だったと言い出せなかった。あなたがその話を聞いたのはいつですか。つい先日ですよ。それを聞いて私はこの法廷で証言することにしたんです。世界を救うためには仕方なかった。違うだろ。お前がエミちゃんを殺したのは自分の保身のためだよ。世界を救うのが目的なら、アドデックナインの研究は他の誰かに引き継ぐことだってできたはずだ。僕が研究してきた薬だ。僕でなきゃ完成させられなかった。じゃあ今証明してみせますよ。僕の考えた薬が正しいこと、僕のやったことが正しかったってことをね。おい、僕の母は認知症になった祖父母を長いこと介護してた。それを最後まで看取った後、気が抜けたように倒れて死んだ。僕だってアルツハイマーに大事な家族を奪われた一人なんだ。でもこれでもう同じ悲劇は二度と起こらない。僕が研究者になったのも、この薬の開発を手掛けたのも、神様が授けた運命なんですよ。ああ、
うかな。アドデック9の副作用は被験者に激しい頭痛を起こさせ、その眼球を青く染めます。そうなってはもう助からない。青くなるのはアドデック9に由来する毒素がたまるためだと翔野君は言ってました。それは紛れもない人体実験の物証となってしまう。だからカムロ町で見つかる死体からは常に眼球が持ち去られていた。それらは全て翔野が処理していました。ありがとうございました、八神先生。釈放は来週？多分そのくらいだろうって聞きました。その後恵美の事件の再審がありますけど。再審は形式的なものになると思う。もう誰も君が恵美ちゃんを殺したとは思ってない。もう行くんですか？今日はもう一人君と話したいってやつを連れてきたんだ。え？フミヤ君。あとはもういいな。一緒にいてくれればいいのに。じゃあな。ありがとね、八神さん。翔野と黒岩は死亡、一ノ瀬や森田健二生は逮捕か。八神探偵事務所のおかげですね。でもこれから大変なことになります。プレデターも多分解体ですかね。結局梶平の狙い通りになっちゃったりして。納得いきません。いや、そっちはそっちで風見大臣との癒着が追及されるみたいだ。警察が動き出しているんだとよ。天網恢恢、そにして漏らさずだ。こっそり悪いことはできないってことですね。おお、よく知ってるな。じゃあこれ知ってるか？はい。うちの事務所は所内恋愛禁止だ。え？仕事に身が入んなくなるんでな。いやそうだったんですか。そこは引いちゃダメでしょ。まあ年寄りの忠告ってのはいつも無視されるもんだ。若い頃は俺らも忠告なんて聞かなかったかなあ。待つかねよ。別に構わねえよ。お前が弁護士に戻っても。今ちょうど依頼もねえし、俺は他で職探してくっからよ。何言ってんだよ。俺はここを閉める気ないって。せっかく真っ当な世界に戻れんのにか。こんなろくでもねえ街で探偵続けるなんて。
どう考えてもアホだろ。言ってくれるね。カイトさんの言う通りじゃない。今の八神くんなら弁護の依頼で引く手あまたなのに、普通選択の余地ないでしょ。そうかな。そうかなって、源田先生も弁護士に戻ってほしがってる。それにきっと松金の親分さんだって。俺もそう思うぜ。いろいろあったけどよ、ターボーが弁護士に戻るのはやっぱ神様の、あれなんだっけ、神様のおぼし飯、それだ。よしてくれよ。え？俺は弁護士を辞めて探偵になった。でも探偵という選択をしたから大久保君の冤罪を証明できた。それはまあそうかもね。皮肉なもんだよ。弁護士やってて真実をつかめずに逃げ出してたってのに、弁護士を辞めたことで真実にたどり着くことができたんだから。どんな選択にどんな未来があるかなんてわからない。それこそ神のみぞ知るだろ。だからどんな選択をしたところで大事なのはその後さ。絶対に諦めないことが一番大事なんだ。まあね。でもさ。ん？でも？法廷で久しぶりにスーツ着たけど、俺いまいちじゃなかった。スーツ着るって選択だけはやっぱ絶対なしかな。うん、その点探偵はスーツ着る必要ねえし。あのね、はい、八神探偵事務所。え、猫が逃げて帰ってこないって、うちはペットショップじゃねえんだから。いいね、面白そうじゃん。猫の名前と特徴は。ちょっと八神くん。シャコ、5歳のメス。じゃあ写真送っといてください。よっしゃ、じゃあドンキでまた旅でも買ってくっか。カイトさん、久しぶりの依頼だ。絶対物にしようぜ。